2023年3月8日、今日の誕生花はブルースター。ブルースターの花言葉は幸福な愛、信じ合う心。なんかヨーロッパの結婚式はなんか4つの何かをね身につけるといいってされてて、そのうちのなんか青いブルーサムシングにブルースターがよく使用されるということです。ヨーロッパでは青い色は誠実を象徴する色らしく、人生の節目に幸せを呼び込む色として喜ばれるそうです。このことから花言葉の幸福の愛や信じ合う心が名付けられているとされています。そうなんだ。このブルースターの青はさ、そのなんかすごいめちゃめちゃ濃い青じゃなくて、なんか清らかなあの薄めの青って感じです。まあでも確かに青って確かに国ごとでその色のイメージってあると思うんだけど、青は誠実な色か。なるほどな。時刻は19時となりました。今年にも一番のリリリニです。今週もアリラジ聞いてくださってありがとうございます。あと今週はね、久々にお外に遊びに行った話をします。久々っていうか、まあこの前ニンテンドーワールドの話もしたんだけど、今回お話しするのは大阪にある阿部野っていうところにある阿部野ハルカスっていうところの謎解きに行った話です。こちらね、アニスの展示を3月の5日までやってたんですけど、その不思議の国のアニスって本当に実在したモデルがいて、そのことに関する展示会と、ハベノハルカスって展望デッキがあって、すごいそこが高くて面白いのかな、わかんない、私高いとこ好きなんだけど、まあ、バカと煙ってやつですよ。でなんかその展望台と美術館と謎解きセットでみたいなやつをねやってきたんです。あらすじはこんな感じ。ある時気がつくと、あなたは知らない庭園の前にいました。それに自分が誰かも思い出すことができません。戸惑うあなたの前に奇妙な笑い方をする猫が現れました。奇妙な猫はこの世界について話します。ここは空の国、帰りたければ白ウサギを追いかけて謎を解けばいい。そうすれば行きたいところに行けるさ。それを聞いても何も困らずは、困ったあなたの後ろから今度は白ウサギが大慌てての様子でやってきました。急がないと遅刻しちゃう。そう言いながら走る白ウサギは一目散に穴の中に飛び込みました。ねえ待って、あなたは白ウサギを追いかけることにしました。あなたはこのへんてこな空の国の謎を解き、元の世界へ帰ることができるのでしょうか。まだこれね、公式ページに書いてあるからいいでしょう。というわけでね、謎解きは美術館の入り口のとこで受付してもらって、3部構成となってます。1個目はそのアベノハルカスっていうのが、近鉄百貨店っていう建物の中っていうか、近鉄の百貨店が入った建物がアベノハルカスってやつなんだけど、それの百貨店の中で謎解きをまずして、でなんか答えを出すと携帯になんか答え入れる欄があるところの QR みたいなの読んで入れて、その冊子持っていったら次の答え、次の問題もらえますよみたいな。で展示場で展望台っていう感じでステップアップしていく感じかな。まあ大体そんなに謎解き慣れてなくなかったら、まあ1時間今日ぐらいあれば解けるんじゃないかなという難易度レベルでした。ただね、結構移動が多くて上から下まで行くから超疲れたよね。前なんかナンバーウォークってとこで謎解きしたことがあって、ナンバーウォークはねめちゃくちゃは広くないからしんどくはなかったんだけど、なんか椅子もないし苦情じゃないけどね、椅子がなくてね、謎解いてんだけど足疲れたなみたいな。もうこれ多分終わってるから大丈夫、終わってるから大丈夫だと思うんだけど、まあ冊子の中はこんな感じで謎解きが、私の汚い字が見えます。なんかこの難解に謎があるよみたいな感じで見に行って、でみたいな感じでこう冊子はこんな感じで、でそれぞれの冊子にセットでカードがついてくるのね。このカードとチェス盤を一番最初にもらったんだけど、まあ、チェス盤という名の薄ぺらい紙、この道具すべてを利用して謎を解いていくんですよ。もうこれがね結構楽しくて、でこの冊子の中じゃなくて外を見るとなんかいろいろ記号とか書いてるじゃん。この記号も最後に使うっていう
めっちゃ激アツ展開でした。なんか最後謎解けた時ちょっと感動した。あ、なるほどな、こうやってつながるのかみたいな。なんか1個目の冊子とかさ、その場で終了じゃなくて1個目も2個目も3個目も冊子も使うし、カードも使うしみたいな、そういうとこがすごく楽しかったんです。まあ、謎解き難易度的にはまあ、少し慣れていれば解けるかなといったレベルだったので、うん。ただ2個目、1個目のさ、3問目まあ、D の問題でめっちゃ詰まって ABCD で E って引いていくんだけど、 D の問題のさ、なんかイラストね、ヒントイラストのこう館内に飾られたり、このイラスト、これさ、ロケットだよね。ロケットわかんない、これガチでわかんなくて、でスマホのその公式サイトみたいなとこ行くとヒント一応見れるんで、1個か2個だけ、これはロケットではなくミサイルですって書かれてて、このヒントなかったら多分これ詰まってたと思う。私これずっとロケットだと思ってさ、この暗号順が分かんなくて、どう見てもロケット。ここ以外は割とすぐに解けたかな。うんうん。まあ天才だからね。仕方ないね。天才だから。ちなみにこれ母上が不思議の国のアリスが好きだから一緒に行こうよってなって行ったんですけども、結構お互い楽しめたかなと思います。でね、終わった後にこのなんていうの、アベノハルカスの上にマリオットホテルかなっていうとこがあって、そこでね、アフタヌーンティーパーティーみたいなのが、アリスコラボでやってて、そこでケーキごちそうしてもらいました。クソうまかったけど、なんか普段行き慣れてなくて慣れてない場所について帰ったから硬直してた。あ、これでいいのかなとか。あとなんか紅茶飲み放題だったから、紅茶バカみたいに飲んでるやべえやつだった。紅茶うまーと思って、紅茶もコーヒーもうまくてさ、この日はマジでカフェインの摂取量1日分をはるかに超えて1週間分ぐらい飲んだんじゃないかなっていうぐらい飲めました。楽しかったです。みんなは謎解きとか好きですか？私は謎解き大好きなんで好きだけど解けないとめっちゃイライラして切れるんでなんでね、わかんないんだけど。あとなんかイラストがなんかわかんないやつが一番ムカつく、今回みたいなやつだな。あと理不尽な答えな、そんな簡単でいいのみたいなやつも嫌いちょっとひねりされてさせられてて、なんか解き終わった時にってなるのがやっぱ謎解きの醍醐味だよな。そういう感動が欲しい。そんなアレレレニーでした。というわけで、今週ごめんなさい、お話が長くなったので、この辺にしたいと思います。みんな、来年出るのかな？レイトンの新作がまた出るみたいなんですけども、私もレイトン先生シリーズも好きなんでね、また、多分配信ではやらないですけど、楽しみたいと思います。でもね、一個奇遇があって、声優変わったら悲しいなってことがちょっとだけあります。それでは、また次のアレラジもお楽しみに。お疲れに。バイバイ、またね。動画を見てくれてありがとう。もしよかったら、チャンネル登録、コメント、高評価していってね。Twitch でも配信をやってるので、生のアレレレイニーに会いに来てね。またねー。バイバーイ。